知ってます？エクレアって稲妻っていう意味なんですよ。へえ、稲妻といえば北欧の神にトールっているけど関係ある？全くないですね。私の親が言うにはこっちの世界の作家から取ったとか。え、トールの親って。あー、知ってくれよ、誰か止めて。小林さん、止めます？ドラゴンだってバレないようにできる？よし、ここまで来れば。